そうか、かばってんじゃねえぞ。ふふん、出番みたいね。あの時のメアちゃん、キサ君、選ぶからとっととやれ。って世話しないわね。まあいっか。それじゃあテイクザグレン。まとうまでもなかろう。そう、悪夢そのものゆえ。存じませんが、こちらは我が社の契約顧客様となります。危害を加えるつもりなら弊社規定に従い相応に対処させていただきますが。なるほど、そちらの所属ですか。対象物の回収は完了、これ以上の追撃は不要と判断します。それではまた。イシュタ、あれは天使型のクグツだと。あ、ゲネシスが。まあ仕方ねえだろ。はい、みんな無事だっただけでも。契約者様のサポートが私の主要業務であり誇りですので、おかげで査定時には分からなかった興味深い事象も確認できました。ええ、私も驚いております。申し遅れました。民間軍事会社マルドゥック総合警備保障に所属する広域担当サービスコンシェルジュのリゼット・トワイニングと申します。バン様には
社外契約テスターとして常日頃からお世話になっております。どうか今後ともお見知りおきを。本社はオレド自治州になります。設立して日の浅い会社ではありますが、共和国でも多くの方にご愛顧いただいておりまして、なおバーン様には戦術開発部門の外部テスターとしてご契約いただいています。他にも最近では各国の治安維持組織や傭兵業の皆様とも懇意にさせていただいています。クルガ選手団との技術提携も一部ではありますが行っておりますね。さすがバン様の助手の方々、後進の育成も順調なようで何よりです。皆様の事情については存じ上げませんが、
我が社の分析でもその可能性は低くありません。ですが他の勢力である可能性もまた現時点では切り捨てるべきではないかと思います。 SC としてまだまだ未熟ですが、そういった部分でのお手伝いをさせていただければ加えて先ほどのメアとバン様の異常、自由意志のない AI が可視化して受け答えし異様な密度のシャードに全身を覆われる現象、その想定外の暴走についても何らかの対処療法を提示できるかもしれません。いえ、それについては私自身がそうしたいと思っています。ったく、勝手な申し出、とても納得しがたいことは重々承知しておりますが、どうか3日間だけでも皆様とご一緒させていただけないでしょうか。リゼットさん、どうか頭を上げてください。こちらこそよろしくお願いしますさっきの足場とかもすごかったですし考えてみりゃどこぞの所長よりよっぽど頼りになるんじゃねえか。お前な。ま、否定はしねえが。ありがとうございます、アニエス様にフェリ様、アーロン様も。それではリゼット・トワイニング、本日より3日間アークライド解決事務所に出向の形で参加させていただきます。